はい、どうもこんにちは。こんにちは、マテリアルの坂田太郎です。カモイの日村です。よろしくお願いします。ということで、はい、カモンマテリアル、はい、第3回目というふうになりました。はい、正式な名前が決まってまして、はい、1回目2回目がまあ、実はね、収録で前に撮ったやつやったんで、オープニングでは言ってなかったりしたんですけど ね、はい、今回初めてその、はい、名前がちゃんと決まってからの決まってから初、そうそう、初の収録ということで、ね、はい、はい、カモンマテリアル、カモン、最初はちょっと違ったんですね。そうなんですよ、僕は花と夢とマテリアルっていう、ね、はい、タイトルにしてたら、なんか寝て起きたら坂部さんがカモンマテリアル言っちゃうから、花と夢とそうそうそうマテリアル、だからカムイの、ね、はい、そうそうそう、カムの花と夢、そうそうそう、ね、とマテリアル、うん、で、まあ、そこに、まあ、多分それが頭の中にあったんですけど、で、ほんまに朝に、ね、うんうん、目が覚めた時に、うん、それそのままカムで、それオン、うん、マテリアル、うん、で、カモンマテリアルになるやん。で、忘れんうちに、LINE やと思ってすぐに、日村さんに LINE して。いや、俺もうびっくりしたのが、あれもう起きてパッと見て、あれもう起きてんのみたいな感じで。いや、もう早いんでね。いや、そう。もう早いので。で、起きた時に、あれ、あの名前、あ、これいいやん。で、どうですかって聞いて、おー、いいっすね。で、それで行きましょうって。じゃあそれで、決定、みたいな感じで。ということで決まったんです、ね、いい感じのね、そう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 、いや、なんか僕らの気持ちが全部入ってるというか、はい、まあ、カムイの花と夢っていうのもね、夢が花を咲かせるっていう意味なんですよ。夢っていう種がなければ花を咲かないよっていう、はい、そうですね、やっぱ夢っていう栄養ないと絶対綺麗な花咲かないんで、はい、まあ、そういう意味で実はカムイのあの字ができてるので、まあ、それをなんかマテリアルとうまいことミックスさせたいなと思ってたら、まあ、カモンマテリアルってもうまさに来てねっていう感じですごいいい感じのタイトルになったん で、はい、いいなと僕も思いまして、はい、決まりましたということで、はい、皆さんこれからカモンマテリアルでよろしくお願いします。ということで、まあ、6月から、そうですね、まあ、6月の1日から、ね、はい、ブックカフェい、はいはいはい、11時から17時まで、うん、まあ、ゆったりと、まあ、コーヒー飲みながら、うん、まあ、コーヒージュース飲みながら本を読むという、レイアウトもね、前と違ってこうだいぶゆったりした感じですね。もう椅子を真ん中にほんまに3、4個置いてるぐらいなんで、はい、で、うん、ほんまにのんびりとこうくつろげる空間っていうのを味わってほしいなと、ちょっとオープンしてるんですけども、はいはいはい、まあ、お一人さん500円で、うん、フリードリンク、ソフトドリンクは飲み放題、まあ、アルコールはちょっと別料金もらえますけども、はいはいはい、でちょっとケータリングとか置いてますんで、うん、お菓子をね、はい、置いてますんで、それまあ食べてもらいます、うん、はい、実際ゆっくり本読んで、まあ、いい感じですよ。まあ、僕もたまにお客さんいないときに本読んでるんですけど、うん、いい感じに読めます。うん、集中できるんで、うん、はい、ぜひぜひ来てください。今はね、収録中なんで音鳴らしてないんですけど、まあ、結構ゆったりした音をして、ね、そうですね、BGM 流して、BGM 流してね、はい、なんだかんだ言いながら、その席数が少なくなってなんで、まあゆったりしてゆっくり、そうですね、で、しかもね、僕これ結構強調したいんですけど、椅子、今までお客さんが座ってた白い硬い椅子って言ったらあれなんですけど、プラスチックの椅子があったんですけど、じゃないんですよこれ。もともと前からあったらしいねんけど、中にしまわれてたネットのやつなんですよね。だからネットって分かります？網のことね。ネット式のやつやから結構ね、ゆったりと座れるというか、座ってもあんまりね負荷がかかんないっていうか、すごいいい感じなんですよね、はい、なので僕は結構おすすめだなと思ってます、はい、でちょっと気づいた人はおるかなと思うんですけど、ああ、はいはいはい、ね、天井がね、はいはいはい、黒くなってるんですよ。そうですね、多分前回鳴ってなかったと思う、はいはいはい、収録、最終収録で鳴ってると思うんですけど、はい、あれ何か黒くなったらどっと鳴ってるか突然ね、はい、ちょっと白いところをねちょっと隠してるというか、はい、ちょっと反射が気になったんで、うんうん、ちょっと黒い上貼ってみました、はいはいはい、で横今白ですけど、横ももう膜を作ったんですよ。なるほどなるほど。上演の時はちょっと横膜を垂らして、はい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 、もう完全真っ黒。なるほど。じゃあもう画面にだけ集中できるっていう。うん、そんな感じですね。やっぱ集中できますね。うん、周りにこう白いものがない。そうなんですね。やっぱ照り返しが、ね、あるかないかって全然違うんです。やっぱ天井が一番きつかったですね。なるほど。そんな感じになってますんで、うん、まあ、またその7月からね、ちょっとまあ、どういうスタイルになるかまだね。はい。はいはい、まだずっと悩んでるんですけど、そうなんですよね、まあまあまずはやるしかないなっていうのがあるので、うんうん、
で、まあ、実際、まあ 普通にはできるのかなっていうか、まあ、席数はねちょっとあの間引いてやってるんですけども、はいはいはい、上映しながら、まあ、もちろんその、あのコロナ前に、はい、まあ、上映してその監督さんたちにリモートで出てくれるっていうか、まあ、遠く離れた方でも監督と喋れるっていうのを売りにしようとしてたところだったんです。なるほど、かなり先取りしてたわけですよ、ね、そうです。それがもうなんか当たり前になっちゃってね、本当に、はい、まあ、それもまあ続けようかなと思って、はいはいはい、あとはね、まあ、ちょっと変わったところで言うと、うん、そのコロナでテイクアウトするお店ができたじゃないですか、はい、うん、はいはいはい、そのテイクアウトするお店の料理とコラボできんかなっていうのを、うんうん、あ、なるほどなるほど、ちょっと考えてるんですけど、なるほど、はい、それできたら面白いですよね、うんうん、では食べながら今まではまあ作ってましたけど、はい、まあ、ちょっと作るのをちょっと今やめてるので、はいはいはい、そのそういうとこから、うん、あの買ってきてというか、はいはい、それ取ってその料理も、うん、あの楽しみながらっていう、うん、お話ができるみたいな、まあ、あのカフェスタイルですからね、もともとね、そのカフェスタイルを狙ってたところがあるんで、うん、それもいいかなっていうのをちょっと考えてるんですけど、ね、うん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 、でもどうしてもね、やっぱりここに来てもらって楽しんでもらうっていうのが一番うちの醍醐味やったので、そうですよね、まあ、そこを、うん、が崩してしまうと、うん、意味ないなっていうのもあるんですよね。はい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 、まあ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 確かに。完全リモートは意味がないなっていうのはあって、うん、やっぱりここに来てもらうのが一番っていうか一番目的なんで、うん、そのあたりがちょっと今まだ悩んでるところ、うんうんうん。まあ実際来てもらわないとね、そうですね、あれなんですけど。だからいろんなね、例えばライブハウスとかいろんなね、うん、よく似たというかその似た形式の、はいはい、あの業種があって。まあ、ライブハウスなんかはかなりあのリモートに今シフトしていて、無観客でリモート配信みたいなのをやったりとかしますけど、でも考えたらね、あのその上映環境込みがやっぱり映画を見るその醍醐味というか楽しさというか、なのでそのなんでしょう、大画面じゃないところで見ることを前提に大画面の映画をかけたいというのは実はちょっとなんかおかしいんですよね、本当はね。まあ今やそのステイホームやらなんやらで、あの画面の中にある映画を見るというのがちょっと定着しつつあるみたいですけども、まあでも本当はやっぱり映画館なりその上映スペースの中で、そのまあ音も全部ねやっぱり込みで、大画面で、何よりここの空間にいる間は宅配も来ないし、電話もかかってこないし、邪魔するものが何もないですよね。集中して見れるというのがやっぱり映画館なりそういう上映スペースの一番の売りですからね。でまたあのこのスペースってなかなかその画面を通して伝えるのが難しいんですけど、まあ、言ってもそんなに広くないんですよ、うん、通常でも満席20席ぐらいでやってらっしゃるんで、はい、結構こう詰まった空間の中で大画面で見てて、はい、でしかも音響もまあこの空間の中だからすごい響くんですよね。だからそこがあの生で感じられるっていうのは僕はやっぱここの場所のメリットだと思ってて、ね、はい、だからカムイ映画祭もねぜひまたここで、そうですね、あの延期になってるんですけど、はい、延期じゃなく本当にやりたいなとは思ってるんですけどね。そうですね、はい、まあ、それをぜひ皆さんにですね、来て感じていただけたら嬉しいなというふうに思ってはいます。そうですね、まあ、早くねできるようにそうですね、なってほしいですね、まあ、7月ぐらいに、はい、何ですかその、ワクチンの治験が始まるとかその大阪大学のね、はい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 、やるとかっていう話もあったり、ね、まだね、知見なんでね、そう、あの全然まだ先なんですよ。できるのがね、やっぱほんま早くてもね、うん、そうそうそう、年末というか、うん、そう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 、ね、一般の人は年明けないと無理みたいな話、まあ、ただあのいろんな薬がね OK になってきて実際に現場で使えるようにはなりつつあるので、はいはいはい、まあ、その辺がね、どう影響してどういうふうに社会が動いてるのかっていうのが、ちょ正直言ってその本当1週間ごとに変わっていってるっていうか、なんかこの間解除したと思ったら突然アラートになる東京とか、なんかそういうのもありますからね。まあでもね、ほんまに日本はほんまそのね、大打撃っていうのが、まあ、多少あるけど、うん、そこまでなってないじゃないですか。そうそうですね、でも、世界のニュースを見ると、うんうん、1日に10万人じゃないですか。ね。で、感染者10万人だと、10万人ですよ。まあ、ありえないな。日本で30人ってびっくりしてるみたいな話ですからね。うん、ほんまにそうですよ。まあ、でもほんま日本はいい環境というか ね、ここをもキープして、いやだから改めて日本ってすごいんだなと思いましたよね、うん、そうですね、あの、うん、完全ロックダウンもしてないのに、うん、抑え込めちゃったみたいなところって本当すごいなと思いますよね、うん、
まあ、だからまあ本当にその第2波第3波っていうのがね、はいはいはい、まあ、どうなるか分かんないですけど、分かんないですね、やっぱりいい方向にね見ていかないとね、うん、本当にまあ良くならないと思うんで、うん、まあ、世界もねもっともっと早く収束してほしいんですけど、うん、やっぱりなかなかその国とねあれが違うんで、そうなんですよね、うん、まあ、本当の意味で経済を動かそうと思ってやっぱりね全部あの国もまたいでいろいろ動けないと、まあ、日本って島国ですから、そうです ね、 ね、なかなかうまくいかないところがあるんですけども、まあ、特にね、その大阪なんかの場合はもうインバウンドでもう本当にインバウンド様々で経済を潤ってたところもあるんですよ ね、 ね、でもそこはもうほんまに来なくなったっていうの ね、 ね、半減以上ですね。いやいやいや、本当に本当にあのどうやって戻すんやって話なんですけど、うん、まあ、その中でももう地元客すらなかなか動きにくくなってたところが、うん、まあ、大阪の場合はね、あの大阪モデルでちょっとずつ動き始めてたりとかするので、はいはい、その流れの中でこうマテリアルにもね、お客さんが来てもらえる流れが作れたらなと、どういう形をするかっていうのを本当にいろいろやってみないと分かんないんで、うん、まあ、この間もね、そのほんまにあのライブハウスの、ね、はいはいはい、仕切って、うん、透明なビニールシートになって、はい、で言わないから何もんも多いって、はいはい、350人のところを49人やってな、うん、それでまあやってはりましたけど、ね、やっぱりしんどいですよね、まあ、お客さん的にはすごい盛り上がってましたけど、うん、まあ、今だけかなと思いますしね、そういう盛り上がりも。やっぱりどうしてもね、まあまあと。いや、だって350人入るときに40何人ってね、うん、もうほんまスカスカな状態でしょ。そうですよ。立ったらダメ。もう席に座る。ねえ。で、置いてある鳴り物を鳴らすみたいな。うん、いや、大変だよな。まあだから、なんでしょう。その、まあどうなるか本当に分かんないですけどね。うん、あのどうなろうとその万全な体制でやれる用意だけはしとかないといけないと思います。新しい形をね、ねえ、そうですね、模索して、はい、やっていくしかない、うん、だからライブはもう言うともう演劇になったら演劇のやり方が今まで通りできないんやったら、うん、演劇のスタイルはこんな感じでもできるんや、まあ、リモートでやってはりましたけど、はいはいはい、またちょっとねやっぱりリモートでまた違うんですよね、うん、違いますね、違いますね。でも多分ライブもそうやし、うん、今度あのちょっとライブ あのミュージシャンの方と打ち合わせをするんです、うん、まあ、どういう形でするかっていうのをまた話し合いながら進めていきたいなと思っているので、うんうん、まずやるっていうのが、うん、そうですね、前提ですね。あの、まあ、大阪のたくましさというか、あの面白さっていうのはその、うん、やるって決めてしまうと、うん、もうなんかやってまうみたいなところって、ね、で、ね、で結局それで結果を出していくっていうのが、まあ、大阪の地の考え方というかやり方というかそういうのがずっと続いてる場所だと思うので、 そうですね、うん、それがうまく転んでいくように頑張りたいですね、はい、もう安全性、安全、もうほんまに安全面をね、うん、大事に考えて、うんうん、まあ、リスクは、ね、つきものなんですけども、でもほんまにそこがやばいと思ったら絶対やるべきじゃないですか、うんうんうん、まあ、もちろんもちろん、だからそういうところをちょっとまあ本当にあのちゃんとあのいけんのかなじゃなくて、しっかりとちゃんと、ね、うん、けじめじゃないけどしっかりと見据えてやっていくっていうふうにすればいいんじゃないかなと思ってます。ですね。はい。はい、ということで、はい、まあ、そうですね、とにかくもう言っててもしょうがないですからね、うん、何もやらなければ何も起こらないので。そうです。あ、そういえば、はいはい、先月5月22日に、はいはいはい、なんかカムイの、あ、長崎の配信が、はいはいはい、その話をちょっと聞きたいな。はいはい、ですね、まあ、まあ、今年はですね、私実はいろんな人のヘルプをするっていう年にしようと思って、うん、いろいろやってたりとかするんですけど、うん、でその中でカムイに応援部というのを新たにちょっと作りまして、はいはい、いろんなところを応援していこうと、あ、カムイが何かをお手伝いするよっていう、はいはい、そういう部門を作って、まあ、部門作ったとか僕しかいないんですけどで、その流れの中で、はいはい、まあ、和プロジェクト大使さんっていう、はい、和の精神を世界へ広げていこうって発信していこうっていう、まあ、団体さんがいて、はい、そこがいろんな神社とか仏閣とか、はいはい、もっとすごいのはキリスト教の寺院とか、イスラム教の寺院とか、はいはい、そういうところで和の大使、そうそうそう、でその書、はい、そう、和だから書道の書ですね、はいはい、その書を記号するという、奉納するという、そういうイベントを、年間で何回もやってらっしゃるっていう団体があるんですよ、はいはい、それで和の心を世界に発信していこうっていう、そういうことをやられてて、はい、で、まあ、僕
があのずっと前から応援してるその長崎の、はいろは丸事件談判っていうのをやったお寺があるんですよね、聖、はい、福寺さんっていうんですけど、そこでその奉納記号をやるっていう、はい、プロジェクトをやるということで、去年から僕ちょっとお手伝いさせてもらってるんですけど、はい、去年は録画したやつを編集して YouTube にアップしたんですよ、はい、で今年はコロナじゃないですか、はい、で去年お客さん呼んでやってたんですけど、うん、お客さん呼べないんで、うん、じゃあどうするって話になると、だったらもう無観客でライブ配信したらどうですかっていうことで、はいはい、じゃあライブ配信どうするのって言ったら、じゃあ、うちでお手伝いしましょうかっていうことでお手伝い一応させてもらったっていう感じですね、はい、長崎で？長崎から配信しましたね、はい、長崎から配信しました、はい、生配信しました、無観客で、はいはい、あでもすごかったですよ、あの新聞社は4社来てくれて、テレビ局も2社来て、はいはいはい、あの夕方の長崎のニュースではうーんあのあ流れてたんですか、流れてました、あそういう人です、もうあの僕は出てないですけど、はい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 、なかなか、やっぱりねライブ配信をする、でしかもあのもうコロナって、はい、もうネタがないんですよ、うん、だからそういう平和記号をやる、でしかもその一応コロナの収束も、願うというのを前提にした記号だったので、はいはい、あのそれをお寺でやるっていうことやったんで、もう新聞社テレビ局があの来てくださって、いろいろと報じていただいて、はい、でその場所でそのお寺に、坂本龍馬の銅像を建てるクラウドファンディング始めますっていう、あの発表をさせてもらったんですよね、はいはいはい、まあまあ、あのそのクラウドファンディングも今応援部の方でお手伝いさせてもらってます、はいはい、なるほど、それはあのカムイチャンネルで見れるか、そうですね、あのカムイチャンネルの方にもうあの今ね実はの、再生リストってあるじゃないですか、はい、再生リストにワープロジェクト大使とか、うん、あのその長崎聖福寺に坂本龍馬像を建立する会っていうやつとか、はいはいはい、あのもちろんこのカモンマテリアルも含めてですけど、あのそういう再生リストを作ってるんで、はい、そこに、入ってもらえばあの今まで応援してきたいろんな動画が見ていただけるような感じにはなってますね、はいはいはい、ぜひ皆さん見てください、ぜひあのこのチャンネルクリックしてチャンネルの中から再生リスト見てもらうと 見ていただける、はい、ぜひぜひ、はい、これナンバーをはい、そうですね、この配信も、まあ、かなり進化してきてるん で, そ, うです、ね、あのその辺ちょっと見ていただけると面白いんじゃないかなと思います、はい、はい、ではクラウドファンディング、あクラウドファンディング、クラウドファンディングつながりで、ああそう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 、長崎のクラウドファンディング、はい、そうですね、はい、うちもまだクラウドファンディングまだ続いてますので、はい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 、はい、そうですね、ぜひぜひ見てください、うちはモーションギャラリーというところで、ね、うん、はい、マテリアルはね、はい、はい、こちら あのバックにもそうです、ね、ずっと出てるんですけど、はい、はい、そうなんですよ、いろいろあれですよ、リターンいろいろありますよね、そうですね、まあちょっとうち劇団もやってるので、はい、劇団の T シャツとかその辺を、はい、あのはい、メインでやってるんです、僕ね、はい、何着も4着ぐらい持ってますはい、であのね結構ね生地いいんですよ、いいですよ、あれはいいですよ、いいっすよね、であのシルクスクリーンのやつやからあの落ちるとかそういうんじゃなくて全然汚くならないんで、うん、あのすごく、これあ、そう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 、これもそうですね、生地はこれは、はい、あの新マテリアルの、はいはい、ですけど、生地は一緒です、はい、なかなかいい感じ、いいやつ、あの、はい、なかなかね、あのなんていう、洗濯よれしないっていう、そうですね、しっかりしてます、はい、しっかりした、はい、T シャツなので、でしかもそんなに高くないですから、はい、結構びっくりするぐらい、あの普通ね、なんかグッズとかやったらまあまあ3000円5000円とかって当たり前みたいな、はい、普通は2000円で売ってますね、ね、そうでしょ、はい、そうでしょ、はい、なのであの普段着でも全然大丈夫なので、はい、ぜひそういうのも、リターンで入ってくるね、はいはい、ぜひまたそういうのあの買うぐらいのつもりでやっていただいたらいいんじゃないかと思います、お願いします、はい、よろしくお願いします、じゃあ、いよいよ、はい、読みますかね、はい、そうですね、じゃあ、いつもの映画のコーナーです、高橋さん、高橋さん、はい、うん、どうもあ、今日は生ですか、あ、生ですね、やっと生バレてしまいましたねよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、コミュニケーター高橋幸です、はい、お願いします、初めて配信ね、ご一緒させて、そうですね、そうですね、はい、はい、はい、聞こえてますでしょうか
そう、あの番組名ね、はい、できましておめでとうございます。ありがとうございます。はい、いろいろ考えたんですけど、はいはい、今日はこのパターンでいきたいと思います。はい、はい、どんな感じでしょうか。一応、ムービーカフェマテリアルさんで、はいはい、カフェがつく映画なんですけど、お、はい、台北カフェストーリーです。もうちょっと前、はいはいはい、これも、まあ、あの台北がね、はい、舞台になってる作品で、はいはい、姉妹がカフェを台北で開くというね、はい、物語でございまして、はい、で、まあ、あのマテリアルさんもいろんなことを考えてますけども、はい、姉妹がどうしたらいいやろうかという考えですね、はいはい、あのその訪れたお客さん同士で、はい、物々交換、ほう、だから店でまあまあ皆さんいらないものを持ってきて、ほう、で今度それを欲しい人がいますよね、うん、でそれをだんだん欲しいためには、ね、その次の人がまた物を置いていくと、うん、はい、それはだからもうあの、お金ではなくて価値観の問題やというところで、はい、姉妹がまあカフェをすることで、はい、価値観を感じていくと、うん、ね、面白いですね。物、ね、うん、いら、まあ、いらないというかあるんですね、そのこれを誰かにこう、うん、受け継いでもらうみたいな、ね、だからまあカフェがカフェでお客さんとしてきて、はいはい、特にまあそういう物々交換がって、はいはい、置いていく、なるほど、もらっていくという、はい、なんかそこに置いてあるものの中から一つもらって自分の置いていくということですね、はいはい、だから別にあの人にとっては小さいものでも価値があるし、なるほど、大きいものも価値がないというのがあります。なるほど、その辺でまああのまあ姉妹がそのお客さんを見ての価値観と自分たちの価値観を照らし合わせていって、うん、店がにぎわうという話でございますね。なるほど、これいつかねここでできてもなんか面白そうですね、はい、あのね、あのこれ配信とかには載ってない、ほ、一応カフェが上映するカフェがあったら上映できるという今上映体制で、お、あ、そうなんですか、ちょっと古い映画なんです、へ、はい、特に有名な方は出てませんけども、はい、はい、その監督が誰とかってのあるんですか。これ、ね、そんなに有名な、はいはい、もたんにも内容、はい、感じてちょっとはいはい、へえ、面白いですね、これでもほんま上映したいですね、はい、面白かったね、前マテリアさんで上映してください、はい、そしてあと日本一気にご紹介します、はいはいはい、はい、メリンダとメリンダと、はい、スライディングドアという日本の作品があるんですけど、はいはいはい、これでちょっと近づけますね、はい、まずこれがメリンダと女の人があるパーティーに参加するだけですけども、はい、そのパーティー行くところまでは同じシーンなんですけども、はい、パーティーで知り合う男性が別々、2人出てくるんですけども、うん、1人は、ハッピーエンドのあるメリンダさんの話が進みます。で違う男性と知り合ったメリンダはアンハッピーで終わるメリンダの物語があるんですね。これ同時進行で進んでいく、同時進行ですか。だからまあまあ、どうだかってもう同時進行切り替え、切り替えはいるんですけども、はいはいはい、まあ、同軸で進んでる、そうですね。でもなんかパーティーで知り合った時に男性によって女性は変わっていく、あ、なるほど、はい、もうこれだからアンハッピーとハッピーとこう結末が出てます。なるほど、はい、それはどうやって別々にっていうか、はい、どうやって進んでいくかっていうのを見ていただく、あ、はい、監督ってあれです、はい、ウッディアレン、ウッディアレン、はい、それまた見たいな、はい、これは配信となってる、ああそうっすか、へえ、これがパーティーだったんですけど、はいはい、このスライディングドアっていうのはね、はいはい、ある電車に、駆け込み乗車をできたパターンと、はい、できないパターンの女性の物語ですね。へえ、例えば駆け込み乗車で乗った時にこう知り合いの男性によって話が進んでいくパターンと、うん、電車に飛び、これができなかった女性の話です。で、これまた出会う人が違うかもって、話がこれも同時進行で進んでいくんですけども、最後は見ての楽しい。この2つね、まれ似てるんですけどね。はいはい、非常に面白いかな、はい。最初だけは1本で、そうですね、の何か、何かの事件が変わっていく、はいはい、だからあのバックトゥーラー問題なしにできる、はいはい、もしもですね、リフ、もしもみたいなだったらの話。はい、これは東方シネマさんの、館が増えた時の記念作です、ね、これだからあれですよね、あの、うん、ナビオシネ、はい、オープニング記念作品ってなってますよ、はい、でシドニープラスが制作なんで、はいはい、この日本ね割合似てるようで全然違 う、 うん、はい、人生で、ね、皆さんいろいろあると思いますけどもね、これで、恋愛系ですけども、これ映画として面白い、あの2人両方ともが、まあ、2人の
数パターンの女性が登場しますので、はい、女性の場合は、まあ、髪型とか服装によってね表現ができます。あ、はい、それはだから、ね、出会う男性によって変わるというふうにございます。いやでもなんか見てみたいですね、はい、めっちゃ興味出ます。いやでももうウディアレンみたいな、ね、ウディアレンは見られへん監督してるから、はい、ちょっとね明るめの映画をご紹介させていただきます。面白いですね、見ていただきます。おぜひぜひ、はい、じゃあ次は見てなんか感想を言えたらいいな。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで、3回目です。はい、こんな感じで大体内容があれなんですけど、はい、どうですか、あの初めてここ来ていいですね、やっぱね、うん、状況が見えます。そうそう、そうなんですよね。あのリモートでやってると、うん、あの僕らはね、ここの状況分かってるから、ね、はい、あ、じゃあどうもーとかで言ってないとすんねんけど、ね、一人で自分の部屋ですよね、あれね。恥ずかしいですね。確かに確かに。だから臨場感がやっぱりね、そういうことがなくて、周りに現実、今日はね、風が吹くと、はい。じゃあなんで、やっぱりちゃんと存在感、はいはいはい、画面の中はちょっと存在感がないんで、でも逆にね、こっちから見てたら、うん、やっぱりその画面の方が結構主役みたいな、はいはいはい、まあ確かに確かに、こっちから見る分には、はいはい、すごい、向こう側は、すごいです。で、だからトラブってる時とかね、分かんないですよね。え、音聞こえてないですよとかって言ってるのも聞こえてないからね。だから振ってみたらタイミングがね、すごいなって、はいはい、4回目が何かというかね、はい、音が出なかったので、はいはいはい、そうそうそう、今ならその間違いはするので大丈夫、あれが元気だったので切りましたもんね。はい、そうそうそう、じゃあごめんなさい、今日はまた次回とかね、なのだから4回目見ていいなって、ちょっと面白い、ね、あのやりとりがね、他では絶対にカットされるような、そう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 、はいはい、だからなんていうんですか、そのライブ配信の醍醐味が一つですよ、はいはい、その場で起こったこと解消できへんかったらもう終わるっていう、そうですね、どうやってここつなげるか、うん、そうそうそう、どうやってここを切って次につなげて、はい、めちゃくちゃおもろい。まあまあまあ、まさにそれを体感してる感じですね。はい、まあ、今日は本当に今日はというか今日から、はい、スタジオというか、まあ、ここでね、はい、ありがとうございます。もうまさにあのカモンマテリアル、そうですね、はい、と、はい、いう感じでございます。ということで、では、皆さんありがとうございました。ではまた次回、はい、さよなら。